はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回も、エビスビール、飲んでいきたいと思います。今回は、スタウト、エビスビールの、スタウトということでね、エビスビールじゃない、エチゴビールだ、間違えた。こちらは、特に何も書いてないんですが、これが、今見て気づいたんですが、これアルコール度数7%です。今までのエチゴビール、全部アルコール度数5%だったんですが、7%。やっぱスタウトはあれなんですかね。一般的にアルコール度数が高いんですかね。アサヒスタウトも高かったしな、あれな。あれもアルコール度数結構高かった。7%ぐらいあった気がする。これである。結構冷やしたんだけど。あらららら、これはすごい。これはすごい。ああ、いいね。うまいね。やっぱり。やっぱうまいっすね。ちょっと飲んだけど。泡は、きめ細かいといえばきめ細かい。かな。ビジネスには負けるけどな。泡はいまいちですね。ビジネスに比べると。乾杯。どうしてもこれを、ギネスとか、あと、個人的に好きな、アサヒ、スタウトと比べてしまうんですけど。結構あっさりしてるね。それに比べてたら。結構口当たりが、すっきりしてる。で、ほろ苦さ。ほろ苦さが口に広がる感じですね。ここら辺は変わんないんだけど、コクが問題かな？ちょっとコクが足りないですね。アサヒスタウトと、ギネスビールに比べると、明らかにコクがない。これはちょっと、スタウトとしてちょっとあれだな。残念ですね。やっぱスタウトはあれかな？ギネスビールかな？もしくは、アサヒ、スタウト。それに限る、かなと。あれ、そういえばこれ、商品説明が全く書いてねえな。前のやつとか書いてあったのに。判定のググってみましょうか。でも結構、あれだね。スタウトにしては苦めですね。スタウト。美味しさの秘密は贅沢に使用した麦芽の風味。エールのフルーティーさとホップの爽やかな
香りの融合にあります。アイリッシュスタイルに仕込んだ本格スタートです。これ気になるのがさ、あの、越後ビールのさ、無ろ過ビール、ろ過してないビールに、ペールエールとスタウトとバイゼンがあるんですよ。で、ろ過したビールに、同じくスタウトと、スタウトがあるんですよね。同じスタウトなんだけど、ろ過してるかろ過してないかで、まず違うみたいですね。原料は何も変わってないみたいですが、アルコール度数も変わってないですが、無ろ過ビールに関しては用冷蔵、賞味期限が用冷蔵120日と書いてあります。120日ってことは4ヶ月。4ヶ月だよね。32だからね。4ヶ月。で、ろ過ビールに関しては、賞味期限が常温の4ヶ月。と書いてあります。わざわざ120日って書くなよって。こっちには4ヶ月って書いてあるのに。なんでそっちにわざわざ120日って書いてあるんだ。で、缶ビールにもこのスタートがあると。で、これは常温の6ヶ月。ということは、スタウトに関しては3種類もあるということです。少なくとも。缶にしたからあれなのか、缶のやつはどちらなのか、もしくは別なやつなのか。缶にしたから賞味期限が伸びるってことはないと思いますけどね。それを考えるとやっぱり3種類あるんだな。あるんかなぁと。で、そこら辺に関しては全く説明が書いてないんで、もう商品説明が、あの、3種類とも全部一緒なんですよね。商品特徴っていうのが、さっき言った、何にも変わってないんですよ。それがちょっと気になるな。あなたの知らない。ビールの世界。を、調べてみます。あ、朝日スタウト 8% もあったんだ、これ。キリンスタウト。キリンスタウト飲んだことないな。越後ビールスタウト。この人は、炭酸がシュワーンと勢いよく発泡、茶色いたっぷりな泡がいかにも美味しそう。飲んでみます。うはー濃い。カラメルフレーバーが強く、甘みを感じる割にしつこすぎるさっぱりとした飲み心地、うまい。ギネスと比較するとかなり炭酸が効いていて味がしっかり。シュバルツスタイルを濃くした感じに似ていますと書いてあります。個人的に、スタウトビールにしては、かなりあっさりしてる。コクがあんまりないですね。感じではあります。
ーっていうほど、うまくないかなと。うん、正直微妙な感じですね。アサヒスタウトとギネスは、うめーってなったけどね。特にアサヒスタウトに関してはかなり、変な、その特徴がなんかすごかったんで。アルコール度数が 8% ですからね。ちなみにギネスが 4.2%。少ないですね。ギネスビールはね。だからそれに比べるとアサヒのスタウトは本当にアルコール感たっぷりの、もうアルコール臭がするぐらい。ビールだったんで。それはそれでもう、頭にね、味が焼き付いてますね。匂いが。うん。スタウト。これはあれですね。ちょびちょび飲むんじゃなくて、うん。結構グイッと飲んだ感じの、飲んだ方が、うん。味わうタイプではないな。このスタウト。まあ、ちなみに、黒ビールは黒ビールなんですけど、一番搾りスタウトっていうのは、これスタウトじゃないんですよね。どうでもいいんですけど。これほとんど詐欺に近いです。うん。まあ、あと、キリンラガーもあれ、ラガービールじゃないですね。普通のピルスナーです。これが若干気になるんだよな。一番搾りスタウトとかってさ、公言してるけどさ、全然スタウトじゃない。一番搾りスタウト。これがシュバルツビールですね。キリンの一番搾りスタウト、カッコシュバルっつって。シュバルツビールというのが何なのかと。ドイツのバイエルン地方でが発祥とされる。仮面発酵の黒ビール。ああ。まあ一般的な黒ビールってことですかね。ちょっとわかんないんですけど。シュバルツ。シュバルツ、シュバルツ。ドイツ発祥、ドイツ語で黒いの意味。まあ、いわゆる一般的な黒ビール。
だから、一番搾りスタウトと、エビスの黒と、プレミアムモルツ黒。まあ、一般的にこう売られてる黒ビールっていうのは、すべてシュバルツということになりますね。おそらく。うん。そういうことでしょうね。うん。そういうことです。ですが、このスタウトと、ギネスビールに関しては、まあ、ちゃんとしたスタウトと。いうことになります。ここに書いてあるんですが、いわゆる、ピルスナーとか、まあ一般的な生ビールですね。ピルスナーとか、今紹介したシュバルツとかに関しては、仮面発酵、かっこラガーと書いてありますね。いわゆるラガービール。ん?ラガービールとは違うのか。仮面発酵というものです。で、ペールエールとか、スタウトとかに関しては上面発酵と。まあ、簡単に分類すると、もう俺の中で勝手に分類すると、いわゆる喉越しを追求する日本のビールとかに関しては、仮面発酵と。いわゆるクオリティが低いと。勝手に俺が覚えやすいように。低いから仮面発酵ということで。上面発酵は、ペールエールとか、非常に、苦味が強く、コクが強い。スタウトも、まあ苦味は弱いですけど、コクが強い。まあ主に外国のビールですね。ドイツとか、そういったところですね。のビールが上面発酵と。今俺の中で、なるほどなと。高いやつは上面発酵。安いやつは仮面発酵と覚えました。うん。これは、うん。うん。スタウトにしては結構苦かった。この、エチゴビール。スタウトはね。結構苦かったです。スタウトって本来、あまり苦くないはずなんですけど。うん。まあ、といったとこですね。ああ、これハートランド。いいな、このハートランド瓶。かっこいいよね。これ。ハートランドビール。かっけえ。綺麗だよな、ハートランドの瓶は。ほんとに。ハートランド飲みたくなってきた。ほんとにハートランドビールうまいっすよね。どうでもいいけど。わけわからん。あれになってきて、なったけど。このハートランドの瓶がかっこいいんだよな、まず。やっぱいかにこの、ね。ビールとか飲み物、食べ物っていうのは、いかにこの見た目が重要視されるか、といった感じは受けますね。
いかにこう、見た目が綺麗だと、やっぱうまいなってわかるか。いかにうまくても、いかに金かかってても、見た目が悪ければまずい。ということですよね。うん。だからやっぱりデザイン性はやっぱ重要です。はっきり言うと。うん。やっぱ価値観っていうか、なんかその、印象ですね。第一印象的な意味で。かなり重要になってくるんではないかと俺は思ってます。うん、まあ、そういう意味で、ハートランド美味しいです。見て楽しい。飲んで美味しい。こうやって瓶をこう見ながらこう飲んでるだけで、なんか、もう瓶がつまみみたいな感じになって、なってくるんだよね。本当に。本当です、これ。はい、ということで、スタウト、四つ星。うん、まあ、正直スタウトらしさがちょっとなかったかなと。うん、結構苦かったしね。結構苦めで、さらにコクもあんまりなかったんで。うん、ちょっと残念ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。